はい、こんにちは、コロケです。前回までメロディックマイナーをどのコードで使うか、いや、それが分かった上でのボイシングの話をしたんですけど、実際に演奏するとなると素早く弾くことが困難な場合があると思うので、どのように考えてアドリブを取ればいいのかを、ジャズスタンダードナンバーのインビテーションの初めの16小節をアドリアン・フィローのトランスクライブを題材にして話していこうと思います。まず一度、アドリアン・フィローがリアル・ゴスペル・チョップスのベースセッションズボリューム1で弾いているインビテーションの映像を僕が採譜した譜面と一緒にご覧ください。今見てもらったと思うんですけど、まずどのコードでどのメロディックマイナーを使えばいいかわからないとアドリブを取ることができないので、インビテーションの初めの16小節のアナライズから始めてみようと思います。で、まず初めの4小節の Cm7th、これは一度マイナーセブンスと考えることができます。で、一度マイナーセブンスの時は一般的にはエオリアンスケール、すなわちナチュラルマイナースケールを使うんですけど、ハーモニーの状況とか前後関係によってドリアンとかフリジアンが使えます。そしてメロディックマイナーを使うことができるので、アドリアン・フィローは C のメロディックマイナーを使っています。5小節目の Cm7th は次の F7th と 2mm7th、5°7th の関係になっています。で、2mm7th の時は一般的にはドリアンスケールを使うんですけども、メロディックマイナーを使います。よって C のメロディックマイナーを使ってますね。で、F7th は次の Bb7th を1度と見てドミナント進行しているので、 F のオルタードスケールを使っています。そして F のオルタードスケールは F シャープのメロディックマイナースケールと同じなので、アドリアン・フィローは F シャープのメロディックマイナーを使っています。で、7、8小節目の Bb7th なんですけど、アドリアン・フィローは7小節目の Bb7th はドミナント進行しない7th、つまりスペシャルファンクションドミナントと解釈し、8小節目の Bb7th は次の Em7th に対しての5°7th と解釈しています。で、スペシャルファンクションドミナントの時はリディアンフラットセブンススケールを使い、これは4度下のメロディックマイナーと同じになります。つまりこの場合、7小節目の Bb7th は Bb リディアンフラットセブンススケール、つまり F メロディックマイナーを使ってます。で、8小節目の Bb7th は Bb オルタードスケール、つまり B のメロディックマイナーを使ってます。で、次からの9小節目、16小節目のコード進行なんですけど、それは1から8小節目のコード進行をターン3度上に移動したものなので、使用スケールもターン3度上に上げれば大丈夫です。で、16小節目の Db7th だけ、前の8小節目の Bb7th では5°7th と解釈してたんですけども、この Db7th はドミナント進行せずにスペシャルファンクションドミナントになるので、15、16小節目は続けて Ab メロディックマイナーを使ってます。それではやっと今回の本題で、素早く弾くための考え方なんですけど、基本的にはスケールはどの音を使うかと考えるよりも、そのスケールのルートからの距離で考えると分かりやすくなります。今ここに12フレットから19フレットの間の5弦ベースの指板のそれぞれ C メロディックマイナー、 F シャープメロディックマイナー、 F メロディックマイナー、 B メロディックマイナーの指板上の位置関係を書いてます。で、まずルートがどこにあるのかを考えます。で、 Cm7th であれば C メロディックマイナーなので C の位置、 F7th であれば F シャープメロディックマイナーなので F シャープの位置を、スペシャルファンクションドミナントの Bb7th であれば F の位置を、 Bb オルタードスケールの場合は B メロディックマイナーなので B の位置を考えます。そして各ルートからの距離を考えます。例えば C メロディックマイナーを弾くとして、5°の音からフレーズを始めるとしても、ルートがどの位置にあるかを意識します。C のルートはこの3つなので、例えば5°から始めるとしても、ルートがここにあるということを考えて、実際にアドリアンが弾いたソロを見ていきましょう。譜面は見やすくするために便宜上倍の小節数で書いてます。まず初めのフレーズですね。これは C のメロディックマイナーの7度の音、2度、5度、2度、フラット3度、7度、フラット3度です。で、この次、ここから F シャープのメロディックマイナーに移り変わってます。 F シャープのルートはここにあるので、3度、5度、2度、セブンス、5度、2度、
F のメロディックマイナーに移り変わってますの、F のメロディックマイナーの7度のですね、 F なのでルートがここにあるとまず考えます。そこから見て7度の音、2度の音、6度の音、7度の音、ここまで、これ2度ですね。でここからが B のメロディックマイナーに移り変わっていて、 B のルートはここにあるので、ルートから7度から加工していく。ルート7、6、5、4、フラット3、2度、ルート7度、6度、5度で、そして次が E フラットマイナー7のコードになります。続けて弾くと、はい、で9小節目から16小節目のソロを見ていきたいと思うんですけど、 E フラットメロディックマイナーに行く前のフレーズは、そしてここに行った時に E フラットメロディックマイナーの2度の音ですね。 E フラットのルートの位置はここと、この場所にあるので2度、2度、4度、フラット3度、5度、このフレーズは2度に対してクロマチックで、クロマチックアプローチ、2度に対してクロマチックアプローチをして、4度、フラット3度、7度次が7度、2度、ルート、フラット3度、5度、2度、7度、5度、4度、フラット3度、2度、ルート、7度。そして次が A のメロディックマイナーに移ります。A のルートの位置は、ここにあるので、4度から始まって、これもクロマチックの音を含んでます。4度、クロマチック、フラット3度、4度。4度、クロマチック、フラット3度、4度、2度、1度、ルート、7、6、5、4。ルート、フラット3度、2度、1、7、そして6度。そしてここで次の A フラットのメロディックマイナーに移ります。 A フラットのルートの位置はここと、ここと、ここにありますね。なので、A フラットメロディックマイナーの6度に着地して、ルート7度、2度、5度、7度、そして2度、4度、5度、ルート、5度、6、7、6、5度、これを全部続けて弾くと、になります。はい、こんな感じで指板上でルートを探して、そこからの距離で把握するという考え方を話したんですけど、とにかくまず使えるスケールの判別を分かった上で、そのスケールのメロディックマイナーのルートの位置を素早く指板上で分かってることが重要になってきます。それが分かってる上でフレーズを使うと、割とすんなりどの音が入ってるかと考えるよりも、どの度数で考えるという考え方なので、割とアドリブがまあすんなり取れるなるかなって感じですね。で、今回もご視聴ありがとうございました。